はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日もここにやってきました。あともう少しで、終わりが見えてきたっていうか、まあ、今回でなんとなくこの大岸の草刈りは終了したいと思ってますんで、まあ朝ね、ちょっと隣のおばちゃんのところの畑ね、あのなんかゼンマイかな、わらびかなんか植わってる畑があるんやけど、そこの畑の草刈りもちょっとお願いされてて、ちょっと朝行ったらおばちゃんがいなかったんで、また今日ここの大岸の草刈りの場所へやってきました。まあ、昼からでもそこやろうかなというふうに思ってますけど。ということで今日は天気がいいけど朝寒いわ、寒い。朝梅雨が結構落ちてて、もう今9時ぐらいなんですけど、なんかおばちゃんのところに行ったりとかうろうろしてたらもうこんな時間になりましたけど、遅いスタートになりましたけどね。また草刈りの方を進めていきたいと思います。日中は暖かくなりそうですね、こんな感じだと。今日はぜひね、ここの大岸はもう最終章にしたいなっていう気分ですけど、あの前回買った雰囲気として、もう下にね、昔なんか切ったあの古丸太とかが結構地面にぎっしりあって、すごくこう刈りにくいっちゅうかな、気をつけないとチップ層が噛み込みそうなんで、注意してやらんといかんかなっちゅうところは、今日は大変な作業になるんじゃないかなというふうに思います。であと、視聴者様からたくさんの応援コメントをいただいてまして、なかなか私も返信返せてませんけど、本当に皆様ありがとうございます。もう本当辛い時もあるんですけど、それが励みとなって、まあなんとかここまで来れてますんで、まあ今後ともどうぞ応援コメントの方よろしくお願いいたします。あとですね、よくちょっと質問されるんですけど、今使ってるあのチップ層ね、何を使ってますかっていうのご質問もいただいてます。今はですね、ここの大岸はバグマ産業の黒の牙っていうチップ層を使ってます。でこれはね、県道の草刈りの出会い作業の時にちょっと支給されたやつで、1枚2000円ちょっとするらしいんですけど、結構切れますね。刃がね、丈夫、チップがなかなかこう飛ばないっていうかね、すごくいい刃ですね。ちょっと見てみましょうか。ですね、結構過酷なあの草刈りなんですけど、今見るとここのここね、これが一つチップが欠けてるっていうか、もうこれもうチップの根元ごと折れてるんで、チップが飛んだっちゅう感じじゃないかなと思って、ここは結構なんか無理があったんですね。で後の感じはこう見るとこうですね、一周回ってきましたね。チップの飛んだところはないです。これだけ過酷なあの草刈りをしてチップが飛んだところはないですね。で多分これ安物の2枚で1000円ぐらいのチップ層だと、多分ね何枚も使わないといけないと思います。でも使い捨てみたいな感じなんで、まだまだ切れるんですけど、もうぼちぼち研いでもいいかなっていう風な感想ですね。ただ普通の草はねまだスパスパ切れる、なんでこの刃はすごく良かったなというふうに思いますね。まあこれ支給されたものなんですけど、2000円ちょっとで買っても全然いいかなというふうに思いますね。で結構ねこのチップ層軽いんですよ、こう結構穴が開いてるんで、結構軽くて使いやすいですね。ということで今ここの草刈りはあのバグマ産業の黒の牙っていうチップ層を今使ってます。はい、ということで、今日もこのチップ層を使って最終までいけたらいいかなというふうに思います。どうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グタブタ、どうぞよろしくお願いいたします。では今日も一日頑張っていきましょう。はい、あとこれだけですね。うわー、今日ブトが多いなー。うわすげえ、ぶとうわ多いわ。こっちから見るとちょっと影になって見にくいかな。上の方はねもうあと 2-3m ぐらいしかないんだけど、下の方はまだ 7-8m あるっていう感じですね。
ちょっと寒いですけど、体を温める意味でも頑張っていきましょう。じゃあやっていきましょう。視聴者様からも注意喚起いただいてるんですけど、この笹を切った跡がね結構滑るんやな。まあ十分足元注意で頑張っていきましょう。今日も安全作業で頑張っていきましょう。いやーなんかでっかい丸太出てきたわ。ちょっと分かりにくいな。まあ、もうちょっと切っていきましょうかね。全然進まんわ。もうちょっとやっていこうかな。
あれ見て、あんな大木よ、あんな大木出てきたわ。いやー、これは大変や。はい、ゆっくりとちょっと進んでいきましょう。いや、なんとか開通した。こりゃすごいわ。あの大木すごくね。あんな大木があったよな。まあ、ああいうのがあるっていうのが分かりましたね。あと少しやっていきましょう。
よし、あと少し頑張ろう。はい、終わった終わったよ。上に上がりましょう。はい、終わりました。いやー、これ何ラウンド行ったんかな。いやー、でもきつかったなまあでも本当にね、これ皆様のあの励ましのコメントにあの助けられて、もうちょっとやってみようというふうにあの思ってね。まあ本当だったらこれもう一人でやってると多分もう絶対途中で諦めてると思うんやけど、本当皆様のあの応援と温かいコメントで本当助けられました。本当に皆さんありがとうございます。じゃあ見てみましょう。はい、まずここからずっとね、でこういってこういきますね。いやでもこの大木はすごいな。はい、じゃあこういってちょうどこの辺がゴムの2倍かな、ね、ずっと来てあそこまでです。こうでこうね、でずっと向こうまで、向こうまでね。はい、こんな感じで終わりました。はい、今日最終章ですけど、今が11時、1時間半ぐらい、やりましたけど、あの距離の割には進まなかったな。大きな大木ね、あれが結構邪魔して、なんかキックバックとかも結構あったね。で用心しながらやったんですけど、まああのジャングルなんで結構刃先が見えないんでね、ということでまあ結構時間かかりましたけど、最終章無事に終わることができました。まああとタイヤとかね、発泡スチロールとか出てきたんで片付けていこうと思ってます。今日はこれでひとまずやめようかなと思ってます。まあタイヤと発泡スチロールだけは片付けとこうかな。ということでこちら側の大岸の大藪ね、これはなんとか終了できましたので、まあついでにここの立ってる補助、まあ、少し草生えてるし、この上県道なんですけど、県道の下がのり面あるんですけど、そこもちょっと草生えてるんで、そこも買って、ここの場所はすっきりきれいにしていこうと思ってます。ということで、今日の動画は終了いたします。長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。大岸の大藪の作業は無事終了いたしました。次の動画でお会いしましょう。